はい、じゃあよろしくお願いします。今回から始まりましたきっかけ英熟語シリーズの第1弾をお送りします。で、こんな感じで熟語の方は1つの動画の中で5個やっていきます。で、ここね、右側かなり空いちゃうんですけど、ここに意味を書きます。この熟語の。で、右側は余計なことを結構書いていきますので、もうこれをね、どういう意味なのかなっていうのをテストしたい方は、ここで動画を止めていただいて、最後に飛ばしてもらえたらと思います。単語と同じように最後10秒ぐらい間を空けておきますので、そんな感じで使ってみてください。では、行きましょう。じゃあまずね、まあ1番、speak to から行きます。で、ひとまずこのね、speak to ほにゃららって意味から行くと、これ、まあ、speak が話すなんだよね。で、to がほにゃららにって意味なので、まあ、ほにゃららに話すでもいいんですけど、まあ、ほにゃらに話しかけるっていう方に覚えた方が自然に使うことができます。で、まあね、英語が得意な方は全然問題ないかと思うんですけど、speak、これ動詞です。一般動詞。だから、使うタイミングとしては同じように、まあ、主語がありますよね。はい。で、まあ、普段 speak とか、動詞をここで使うんで、speak to ほにゃららってこの場所で使うんですよ。で、これで、I、私は speak to だから話しかけるんです。じゃあ、話しかける相手が必要ですよね。で、これが例えば、人の名前、ここに、トムってくる。I speak to Tom ってくれば、私はトムに話しかけるという風になります。で、まあ人の名前だったらいいんですよ。最初を大文字にするっていう。そこだけ気をつけてもらえればね。で、気をつけてほしいのが、私は彼に話しかけるみたいな。彼女に話しかける。みたいな時に、どれを使うか。これ、まあ私って、お前、彼っていうキーワードは、he, his, him, his。この4つ流れで覚えるじゃないですか。で、これの3番目を使ってください。3番目です。よくこの3番目を自分は鬼がって言うんですけど、彼を、彼に、彼がと使うことが多いんで、鬼がと自分やるんですけど。だから、もし私は彼に話しかけるって言いたかったら、ここ him になります。I speak to him みたいな感じ。逆に、じゃあ、彼が私に話しかける。ってなった時は、彼がスタートなんで、ここが he に変わります。で、he に変わったら細かいですけど、三単元の s をつけなきゃいけない主語に変わったので、speak に s がくっつきます。speaks ですね。で、私に話しかけるなんで、私は、I, my, me, mine ですよね。こうやって。だから3番目の me を使って、he speaks to me ってやると、彼は私に話しかけるみたいな。こういった使い方ができますので、まあ、ぜひね、覚えておいてください。という、こんなことを喋っていきます。はい。まあ、喋るのはね、量は決めちゃいないんですけど、あんま長くならないようにしようとは思ってんだけど、よいしょ。なんでこういうのをね、ちょっと聞きたくねえなっていう方は、最後に飛ばして確認してみてください。で、もう一個です。これはね、最後テストで残します。これ、どうっていうのは同じ意味だと思ってください。speak to、ほにゃららに話しかける、もう一個あります。talk to が同じです。同じように使うことができます。これ覚えておいてください。で、ここは最後、同じっていうマークだけ残して、ここ消してテストでは残そうと思いますので、まあ、こんな感じでやっていきます。じゃあ次、in the morning ですね。in the morning は、午前中に、もしくは、in the morning は朝にと。これで使います。で、午前中にっていう時を表す、まあ、時間をね、表す、タイミングを表しているものなので、基本的に文の最後で使います。文の最後。だから、I play soccer。私はサッカーをします。I play soccer in the morning。って言えば、私は午前中にサッカーをします、みたいな。感じで使うことができます。ただし、絶対最後ってわけではないんだけど、基本的に最後で使うと。で、ここはまあ仲間としてね、ぜひセットで覚えてほしいのが、午前中があるんで、まあ午後にと、夕方には一緒にね、覚えちゃった方がいいですね。
で、なんで一緒に覚えた方がいいのかっていうと、in the まで同じなんです、これ。in the ね。ごめん。morning を使うと午前中です。ごめんよ。詰まっちゃった。afternoon。まあ、ここが A なんで in the になりますけど、in the afternoon ってやると午後にです。で、in the evening。ってやると夕方にというふうになります。で、まあ、ぜひねセットで覚えちゃってください。で、次 all day です。 all day で、これがまず意味ね、これ一日中です。まあ、all がすべて、 day が日なんで、まあ、日を一日って考えれば一日すべて、つまり一日中というふうに覚えてもらえればと思います。で、これも時をね、表してるんで、基本的に文の最後で使うことが多いと。で、次が be good at です。be good at、ほにゃら。で、まず意味いきましょう。これでね、まあ、ほにゃらが得意。まあ、得意だまで書いとくか、一応。得意ですとかね、得意だと。という意味になります。be good at。で、この B っていうのは B 動詞なので、主語によって形を変えてください。例えば、じゃあ私でいこうか。I です。で、I にくっつく B 動詞は am ですよね。現在形ならば。だから、まあ省略しないで書こうか。I am。で、I am good at、どうしようかな。まあ普通に、tennis。ってやると、I am good at tennis。be good at、 ここが得意って表してるんで、まあ私はテニスが得意ですというふうに言うことができるんですけど、よく、これでした。よく使われる方法として、あのね、be good at の後ろは、ほにゃらら ing って覚えておくといいんです。動名詞を使うんですけど、動名詞。で、これは、テニスっていうよりも、playing tennis。I am good at playing tennis。これで、テニスをすることが得意です、みたいな。だから、playing the guitar って言えば、ギターを弾くことが得意です、みたいな。だから、ここで動詞をした、使いたいと。いい？って時に、ing が来ます。be good at ing って覚えておくといいです。こっちの方が圧倒的に出てくる。be good at 使う時はね。まあ、並び替えとかでも、ね、be good at があったら、あ、これ使えるって、あ、その後 ing 来るんだよなって覚えておけば、一個ね、まあ、戦略として使えると思いますんで、まあ、こんな感じで覚えておいてください。で、ラスト、before long ですね。before long。で、これが、間もなくです。before long で間もなく。まあ、間もなく帰ってくるよ、みたいな感じで使います。これも基本的に文の最後ですね。で、before long はね、一個同じ意味の単語があって、ちょっと playing が被った。これ最後ちょっと消しちゃうんで、どうせ。ごめんね。ちょっと消すよ。ごめんよ。あのね、これは熟語ではなくて一個の単語ですけど、soon です。soon。まあ、これは間もなくという意味を持っているので、before long と soon は同じなんだっていうのも覚えておいてください。よし、という感じで、まあ、こんな感じでね、やっていこうかと思います。まあ、ペースはちょっとわからないですけど、ひとまず偶数日にね、熟語、もしくは英単語をね、アップしていきます。でも絶対消す場所間違えるからちょっと待ってね。まずここ消すでしょ。まあ、これは英単語と同じですね。まあ、赤の部分から、書く方のテストをね、もし使いたい方は、動画の最後にね、飛ばしてもらって、やってもらえればと思います。ちょっと待ってね。で、よし、ちょっと残っちゃったな。で、もう一個こっちですね。午後にと夕方には残しておきたくって、あと同じですね。speak to と talk to が同じだよってやつと、これはちょっと使い方なんで消してしまいます。で、あと soon か。よいしょ。単語の時はね、後で書いたものは残さないって決めてやってるんですけど、こっちは一応こんな感じで残していこうかなと思います。ただ、まあ、やっていく中で皆さんからいただくコメントとかメールのリアクションを見て、方針変えていくかもしれないんですけど、ひとまずこんな感じでやっていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。